こんばんは。猫おすすめ野党 MVP 質問です。さて、3日の金曜日の気になった質疑は、衆議院安全保障委員会、現場さん、各社、旧白府政の侵害の時の核を持ち込み許可、安倍首相時のロシア外交の評価など、新垣さん、沖縄問題、空母の搭載機からの、タンク落下通報もなし問題、発がん性がある米軍泡消火剤 PFOS、血液内の濃度検査の検討をなど、衆議院原子力特別委員会、立憲安倍さん、柏崎刈羽の期限切れ ID で、侵入核防護規定違反では、東電の体質問題など、退任する更田委員長とやり取り、立憲渡辺さん、原発山口大臣福島の伝承館視察を、原発の避難計画国が責任を持つべきでは、東海第二原発差し止め判決についてなど、共産党葛西さん、アメリカと原発の長期稼働の連携協定など結んだことについて、100年稼働を目指す米国日本もさらに延長か、衆議院国土交通委員会、交通事故の遺族の意見口述壮絶でした。共産党高橋さん、遺族の事故当事者被害者の傾聴のボランティア、公的支援の必要性についてなど、衆議院文部科学委員会、宮本さん、チーム余りはピークス、上山さん、井上大臣、都会議員、参議院予算委員会、福山さん、ウクライナ避難民問題、他の国の人も支援を、景気高騰、ロシア外交総括を、博さん、桜見る会、サントリー、知床事故、監査の見直しを、物価高、肥料高騰など、共産党は山添さん、学校給食費無償化を、桜サントリー酒提供問題など、以上です。ナスバの役する役割というものも、より重要で不可欠なものであると私は考えております。実際に多くの遺族団体は、私も含めてですけど、0円でボランティアで支援をしています。はっきり言ってご飯をこうやって作りながら聞く時もあります。もどかしさというのはですね、ある日突然交通事故に遭います。これは多くの当事者によく言われますが、交通事故だから仕方ないよ、交通事故だから我慢しねよ、またはお金が入ってくるんだからもう宝くじに当たったと思いなよ、っていうような言葉をたくさんかけられてきました。このような言葉で家族の命が返ってくるなら、家族の健康が返ってくるんであれば、私はそのお金はいりません。そのお金を戻してでも、やはり、私たちの家族を返してもらいたい、そして今の笑顔がある未来を返してもらいたいと思うのは、多くの遺族や当事者が思うことであると思っております。その中でですね、一番はやはりこの自分自身がこうサポートをしてもらうという時に、多くのところでですね、高次脳機能障害というものをまだ理解されない時でございました。私の事故は、今から約14年前でございますから、高次脳機能障害という言葉すら、市役所の方であってもなかなか存じ上げないというような状況でございました。それは病院でも同じです。ですから、この病気が何なのかということに対して、そもそも2年間苦しみました。このようなことから、適切に病名を理解することや、適切に、支援を行ってもらえる場所というのが分かりませんでした。当時ナスバさんにご相談させてもらったことがありました。ですが、こう中途半端に私が相談してしまったという部分もあります。そしてもう一つは、私たち家族っていうのは父と母が亡くなっているので、私の息子と娘に関しては事故の直接の被害者ではないという捉え方をされて、よく、遺族で救済されるのはお父さんお母さんを亡くした、または兄弟姉妹を亡くした子供なんですね。なので、私はこの4人が家族大事故で巻き込まれている、1人だけでもやっぱり大変だと思います。ですが4人も巻き込まれているのにもかかわらず、支援していただけるという家系図の中に息子と娘が当てはまらないというのが大変困惑いたしました。子供だけではなくですね、この大家族、家族が何人も災害にあった場合、または2人でも構いません。この状況になると、1人でも
1人を亡くすという状況は悲惨でございます。そこが家族で4人も被災するというような状況になるとですね、肉体的精神的にも限界がきます。そのようなことからもやはりこの支援の限界というのを感じております。その中でですね、今まさしく私のことをなかなか言えないという本当にそうだと思うんですけど、自分の地震経験というのは様々なことを経験した知識だと思っております。で、一番最初はこの関東交通犯罪族の会というのはお茶を飲み会から始まったんですけど、今は相談支援業務をしております。一番大変なのは、私もそうでしたけど、子供が寝た後に相談をしたいんですね。そうすると多くのご家族が同じことを言うんですけど、会社が終わった後、または子供が寝た後にひっそりと相談したい。そうすると民間の、犯罪被害者支援室、または多分那須田さんもそうだと思うんですけど、日中にしか相談を受けてないんです。そうするとどうなるかというとですね、2021年の統計になるんですけれど、私が1月から3月までの統計を取って、平均で1月から3月まで5500分の相談業務を行っております。1日で換算すると平均3時間の支援をしているということになるんですが、これがお正月1日から始まります。元旦から始まって、31日まで相談支援というのは始まりますし、下手するとお子さんが亡くなって同じ兄弟がいるってなると10時から相談をしたい、状況でございますから、私はそれに対応いたします。そうするとやはり10時から1時まで相談に乗る。で、急性期の方に関してはやはりそこから弁護士さんにつなげる、市役所につなげる、被害者支援センターにつなげるってなると、やはり各遺族団体が今同じ状況下にあります。夜間の相談業務があまりにも多くてですね、このケアという段階で命のダイヤルというのもそうなんですけど、やはり夜間が多いと聞いております。で、命のダイヤルからもですね、電話がかかってきたことがあって、私今命のダイヤルさんに電話したら、ここに電話しろって言われて、そちらに電話しました。どちらですかみたいな形で電話がかかってきて、そこから、この心のケアというものをさせてもらったこともございます。このようなことを考えると、様々な視点から被害者は今困窮していて支援の場所を探していると。そうするとやはりナスバであったり、各全国の都道府県に今条例が制定されておりますが、このようなものがより普及されるということが心の支援につながるのではないかと思っております。長くなってしまって申し訳ございません。大変重要な問題かと思います。そもそも犯罪被害者支援というものが、そもそも諸外国と比べてですね、日本が担っている被害者への救済の金額というのは非常に低いものでございます。これはあるデータがあるのですが、今ちょっと手元にないので言えないんですが、ある国ではですね、約1人、国の規模感において、1人のこう支援する財源が約143円から、700いくらまであるんです。ところが日本っていうのはそれよりさらに低いんですね。なので、そもそも犯罪被害者または交通事故被害者に対しての支援に対しての理解がなかなかなされてない現状があると思っております。一番わかりやすいことで言うとですね、犯罪被害者の中で裁判員裁判が始まりました。裁判員裁判には有給の休暇制度というものがございます。また心のケアセンターで24時間やっている心の電話相談がありますが、被害者にはありません。なので24時間やっているところにどうにか駆け込みたい、またはその被害者休暇制度についてもですね、厚生労働省がこのようなものを出していますけれど、被害者等の、回復のための休暇制度というものは、義務ではあって、その確実に強制的に取れるというものではないのが日本の現状でございます。これは絶対的に変えていかなくてはならないと思いますし、どの被害者においても支援またはサポートが国によって保障されるような社会になれば、私たちが苦しまずに元々の力を取り戻すという意味ではサポートしていただけるのではないかと思います。どうぞよろしくお願いいたします。当時4歳だった子どもさんが大学生になった、家族も大変だった、小さい方も大変だった、この話本当に自分に置き換えても本当に大変でらっしゃったというふうに思います。そういう中でヤングケアラーの問題、また介護者亡き後の支援の問題、いろいろお話をいただいたわけでありますが、被害者支援の充実は被害に遭った当事者家族遺族それぞれに対する支援を平等に講じていくことが必要であると感じていると。私たち、遺族また当事者また家族、当事者家族ですね、様々な立場から
私自身もそうですが、遺族でもあり当事者家族を見守るというところを考えると、今先行して先天性障害へのサポートというものが、まあ、国土交通省内においてしっかりとまずは基盤を作ってくださって、それを継続していくこと、それからまた変えていくということが必要かと思います。また先ほど私の方でお話をさせていただきました昨年7月の在り方検討会の中でもですね、脊髄損傷または工事の機能障害についての支援施策について今後検討していくというふうな形で道が開けてきたというところでございます。まあ、その中で、まあ、一方でですが、まあ、遺族の支援というのが全くございません。その中でやはりどの方、どの当事者、どの遺族に関してもですね、やはりそれぞれが心のケアやそれぞれのニーズがございます。特に、まあ、被害、親亡き後の制度から、まあ、本当に脊髄損傷に関してはご自身がそれこそもう自身が介護をしなくてはならない状況下で自分自身を保っていかなくてはならないという方が検討会の中にいますが、まあ、それに対してしっかりとこうリハビリテーションが受けれないという状況が必要、もう本当に問題だなと思っております。何にしろこう病院の中では対策が組めているところが、地域に戻った際家の中でできることの中で家から通える範囲でのニーズが全く足りていない、これがさらに被害者に対しての救済が遅れる手段、理由になっているのかなというのを感じます。まあ、そのようなことから考えると、やはりそれぞれのニーズに耳を傾けてそれぞれの対策の中で対応していただくというようなことが、まあ、より今後課題として必要になっていくのかなと思っております。まあ、特に公明党、地方議員とのネットワーク重視をしております、市区町村会議員の方々が果たすべき、あるいは期待をする役割などですね、今作ろうとしているのは国土交通省版交通事故に特化した被害者ノートでございます。ですから実は被害者ノートという原型はすでにございます。今日持ってくればよかったなと思ったんですが、その被害者ノートを作ろうと思ったきっかけでございますが、それは私が経験した際に様々なものをノートに書いていきました。で、警察、検察、それから裁判、それぞれのこう場所場所によって情報が分散されているということを一つのものにまとめられないか、それから被害者の心の状況の心理状況、またはお金の、対応の仕方、いわゆる人一人が亡くなった場合人一人を消していく作業を行政の中でしていかなくてはならないというのが現状です。ですがどうしてもこの悲嘆状況だとチェックを見逃しがちなんですね。全く正常な状況で考えるんであればどの作業もある程度できるかもしれません。私もジップをなくしていますが、その時はやはりこのある程度冷静に病気ということからできましたが、犯罪被害者になった瞬間悲嘆という悲しみを抱えて壮絶な体験をした状態で物事を冷静に人一人を消すという作業が大変難しく感じました。そのことから刑事検察または裁判においての物事、それからこの心の成り行き、それから、まあ、このお金の流れ、または行政手続きを一貫したノートを作ろうと思ったものでございます。これ実は光市の母子殺害事件の本村さんが被害者 ID というのを作ろうとしていたんですが、やはりそれは、個人情報保護法の観点から難しかった。であればノートで自分自身が持つんであれば大丈夫なんじゃないかと提案したのが私でございました。でそこから様々な方を、巻き込んでですね、一緒に共に考えていただいて元の被害者ノートは作れました。ところが情報が多すぎるんですね。多すぎるがゆえにこの交通事故にとって必要な部分が見逃されがちになってしまうので、そこで国土交通省内において交通事故専門の被害者ノートを作ることによって、被害者の方が例えばなすばにすぐ直結できる、例えば、犯罪被害者になった時に行政機関がですね、今各行政自治体において犯罪被害者の条例支援の条例がどんどんと作られています。これが市区町村までしっかりと降りてもらうことでの意義にもつながると思いますし、議員の方々がですね、それぞれこの被害者ノートがあるんだよというものを伝えていただくということができれば意義があるのかなと思います。この波及効果としてしましては、やはりこの国土交通省の方が作ってくださった元々のノートも冊子があるんですが、それも非常によくできてるんですね。それを統合した形で情報をより的確に厳正に、そして心のケアもしながら情報が渡せる被害者
社ノートが作れればいいなと思っています。普及に関しては今後の課題ではあると思いますが、この被害者ノートがある意味ナスバの候補にもつながればいいなと私は考えております。以上でございます。また普通の主婦という観点からも100円が例えば上がるといたします。この100円本当であれば積み立てして子供のために使いたいと思った時に、その100円がどのようなものに何を対価に何をこうしっかりとこう構築されて使われているのかという説明さえしっかりあれば、これがもし例えば私の子供がまたは私の主人が被害者になったり加害者になった時にどちらもが担保されるものであるということの必要性というものを改めて、この車社会においてそれぞれの認識というものが今少し欠落しているように感じます。そもそも車はあって当たり前という社会の中から車優先の社会に今なっているから少し欠落している部分もあると思っております。そもそも意識改革が必要で、歩行者優先の考え方または自分自身がなり得るんだということを前提に考えていただけたらなと思います。また一人の子も本当にこう主婦としてですけれど、やはり今までのことに関しては私も全ての流れを聞いてはおりますが、そう思っても仕方ない部分もあるとは思いますが、被害者団体や当事者の声で、またお二人両方いらっしゃいますが、このような専門家がこの今もう一度集まって開催しているこの言葉というのは少しずつ候補という形で信頼につなげていく力にもなり得るんではないかと私は思っております。以上でございます。被害者支援事業の今回のこのこれからのですね、課金の中でやっていく事業どういうものをやっていくかというときにですね、どのようなところまで、やってほしいというふうに率直に思われているか。ご質問にしっかりとお答えられるか少し自信がございませんが、私の思いをお話しさせていただきます。まずその本来そもそもヤングケアラーが必要、または親亡き後の介護が必要という方はもちろんいるというのは存じ上げます。その中でそもそも先ほど福田参考人がお話しした走る凶器から走る棺桶という問題が、やはり昭和30年代から含めて交通事故というのが最大限激多くなった時期がございます。いわゆる人の命が非常に軽く扱われた時期でございます。私はそう思っています。その中でやはり一番最初は加害者との折衝も自分で行っていた。それが今は保険というもので救済されるようになった。それほど交通事故というものは生活のすべてを全く知らない他者によって変えられてしまうというのが現状だと思っております。その中であくまでもこれは被害者遺族として、または当事者家族としてお伝えするとするのであれば、この財源の中で適切な金額または適切な支援が皆さんで話された中で受けれるという限界というのはあると思います。それ以上を求めているわけではなく、今必要な十分な上限の中でしっかりと私たちは支援を受けれるというのがまず一番の課題かと思っております。以上でございます。その実際事故で障害を抱えられた方のうち、3分の1ぐらいの方が利用というふうなのが資料でですね、一回出ておったのを見たんですけども、これがこう実際、例えばこの足りているかどうかとかですね、そういうふうな視点や、あるいはさっき退院後の話もされておりましたが、これ入院期間3年間ということになっておりますが、これが実際どうなのかどうかとか、そういう視点ですねなどから含めてですね、まずご意見があればということとですね、それからいわゆる介護者亡き後の生活に関してもですね、いろんなお声を聞いていらっしゃると思います。まず一番最初のナスバの状況でございます。詳しくは、国土交通省の方に見ていただければはっきりと分かると思います。私の方で全てが、確認できている状況ではございません。ですが、私の家族の事案ですが、私は埼玉県に住んでおります。で、埼玉県で、交通事故に遭いました。で、私の弟は、これからさらにリハビリが必要だって言った時に、埼玉県内に病院がないっていうことを言われたんです。ないわけがないんです。ところがリハビリを専門として、これを支援できる場所がないということで、どこに行ったかというと山梨県まで行ったんですね。で、山梨県まで行って結局、21歳の若き彼、そしてお父さんお母さんを亡くしたばかりの悲嘆している彼を山梨県まで送り迎えしなくてはならない。さらに、そこには救急車を使って、やはりもう民間救急車を使ったりとかして送らなくてはならない。さらにこう山梨でリハビリテーションがある程度終わった後、地域に戻ってきた時になかなかこの中途半端な支援ができない。要はこうリハビリテーションがこううまくできるところが近くにないっ
ていうことに愕然としました。最終的にどうなったかっていうと、自宅でこのようなことをしてくださいということを専門の先生から伺って、それをもとに毎日メニューを決めて、家族がサポートしながら、家族が声かけしながら、彼はその第4腰椎脱臼骨折という、麻痺も行いながら、さらに高次脳機能障害という両方の障害を負ってますから、自分が例えば痛みがあったり、骨のこう、全部金属が入ってたんですね。この金属が折れてしまった時も自分でギシギシ音がすると。だけどそれが何かがわからない。これが高次脳機能障害なんですね。自分の異変すら気づかない。なので適切な状況下で支援するということが難しい環境でございました。なので両方の専門家が必要であった。それから適切なそのサポート、介護施設またはリハビリテーションの状況またはヘルパーさんが必要だったと私は考えております。このようなことを考えると、やはり地域で生きるということの必要性というものの重要さをご理解いただけるんではないかと思います。また、介護者につきましてですけれど、本当にこう介護者なき後というのもそうですけれど、こう実際にご自身、皆さん多分私がまだこうお若く見えると思うんですけれど、自分自身がこう弟妹を抱えてですね、実際同年齢なんですね。で、私が先に死ぬか、彼らがいつまで生きれるか分かりません。約6歳差がありますが、年を取れば取るほどどちらが先に行くかは分かりません。そのような中で彼らが何かあった時、私がどのように対処ができるのかなっていうのは今から考えています。ですから私が年を取った時に、ここの検討会でしっかりと親なき後の介護について議論をしていただき、結果をしっかり担保してもらった将来になっていただきたいという思いからも、私はこの思いについては非常に強く関心がございます。で、ヤングケアラーの問題に関してはですね、実際に心の支援の必要性があると思います。先ほどお伝えしましたが、ナスバというところがございます。このナスバではですね、友の会というものがございまして、遺族の子供であれば参加ができるというものでございます。で、この心の居場所づくりというのは非常に必要不可欠かと思います。これがですね、ナスバというのは、全国各地に配備されておりますが、より身近に、それこそよりこう、例えば埼玉県の中でも各州によって、各月でもいいですから、地域ごとにこう少しずつ近寄ってきて、本当に子どもたちが行ける距離で対応させていただければなと思います。なぜかというとですね、例えば介護をしているまたは遺族で心が病んでいる人に対して、すごい遠くまで支援をしてくださいと言いに行くのは大変難しいです。このようなことから、例えば今の状況であればズームなどでもいいですから、こう心の交流をできる場所というものが大変必要かなと思っております。このようなことからも、この心のケアを支援をすることが、若者の不安や恐怖または成長の過程の必要性または交通事故に遭ったからということでいじめられる子どもというのは実は少なくありません。このようなことから救済を行わなくてはならない。それから親と子どもで思っていることが違った場合、その場合にも耳を傾ける術が必要かなと思います。上記のことから、ナスバの役する役割というものもより重要で不可欠なものであると私は考えております。以上でございます。高橋千鶴子君。はい、高橋君。日本共産党の高橋千鶴子です。本日は3人の参考人の皆さん、本当にご出席いただきまして、また貴重なご意見いただきました。ありがとうございます。この法案は参議院選議でございますので、参議院で我が党が反対をしたのはもうすでにご承知だと思います。ですが、今まで皆さんがお話しされてきたことに異を唱えているわけでは全くなくて、方向性は一緒だと思います。共有しているものだと思います。やはり自動車ユーザーが加害者にも被害者にもなりうるということで、その責任を必ず果たすために国がこれを義務付けている自賠責の中で、被害者対策また事故防止対策をきちっとやっていくために、制度的に安定したものにしていくこと、財政的にも安定してしたものにしていくことという点では本当に必要な措置だと思っております。ただ国に対して、やっぱりこのままのペースでね、返還をされ繰り戻しをしていけば100年かかるわけですから、それを良しとはしないのだと、やはり約束は早く守るべきだという立場で異を唱える人がいなければいけないという形で反対をしたものでございますので、前を向いて一緒に頑張っていきたいということでお話をしたいと思います。で、最初に小沢参考人に伺いたいと思うんですが、本当に先ほど息子さんのお話も何とも胸が詰まる思いして聞いておりました。壮絶な経験をされながら被害者支援と普及啓発活動に取り組んでいるということ、本当に
当に大変な思いをされていると思います。心から敬意を表します。また同じ経験を持つ方がアドバイスをするってことは大変意義あることだと思うんですけれども、先ほどもご答弁の中にありましたように、相談の電話がもう夜中がほとんどであるということで、実は行政がね昼間で終わっちゃうってこともあって、そのかなりの部分を小沢さんをはじめ被害者の会の方たちが担っているということでありました。なので思うことはそれ自体は本当に大事なんだけれども、ただやっぱりもっと行政にこう担えることがあるんじゃないのかということを思うんですけれども、いかがでしょうか。小沢さん公認。はい、ありがとうございます。この夜間の支援についてでございますが、本当に先生がおっしゃる通り、行政の支援の拡充というのは必要であると思っています。例えば分かりやすく言うと、市役所が一番最初5時まででございました。ところが、とある段階から、火曜日だけ7時にやりますよとか、土日の午前中だけ開庁しますと言った時に、大変多くの方が助かったというのは多くの方が存じ上げていると思います。これが被害者支援にも当てはまるのではないかなと思っております。例えば性犯罪でいうと24時間早急な対応が必要でございますから、これが24時間、例えば埼玉県でいうとアイリスホットラインというところは24時間で相談体制を行っております。これは各、都道府県ほとんど今24時間体制にしていこうというような、体制が組まれていると、私は考えておりますし聞いております。ところがやはりこの相談業務という中で、他の他在種の方に関してはですね、まだまだそこの緊急性が乏しいというようにも感じておりますが、実際に今目の前でうちの主人が死にそうだと、なぜかというと、もうあまりにも悲嘆したい、自殺を図りたいといった時、これは緊急対応でございますから、本来であればしっかりとした対応ができればいいなと思います。このようなことからもしかしたらナスバさんの負担になるかもしれませんが、例えばナスバさんであっても週1回または土日のどちらかの午前中だけでも、午後だけでもいいですから、そのような開催、または、市区町村の各、条例がございます。この条例を、基本とした犯罪被害者支援窓口、この窓口がただ単に次のところに、支援をするというだけではなくてですね、ここに相談ができますよというだけではなく、専門家とまではいきませんが傾聴するという状況を作れないかというのが私の考えです。実際に多くの遺族団体は私も含めてですけど、0円でボランティアで支援をしています。はっきり言ってご飯をこうやって作りながら聞く時もあります。本当に塾の送り迎えが遅れた時も、塾の送り迎えができない時も、ご飯を待ってくれという時もたくさんあります。でも私たちの家族は命の大切さを十分分かっているから、それぞれどうにかしようと思います。これは私の家族だけではなくて、多くの家族がこの現状を知っていただければ、あ、やっぱり必要だよね、本当に困った時に相談ができるって必要だよねって思ってくださると思うので、そこは多くの方に知っていただいて、どうかその支援の拡充に対応していただければなと思います。はい、私からは以上でございます。高橋千鶴子君、ありがとうございました。先ほど3ヶ月間で5500分というお話をされていましたけど、本当に大変なことだと思います。命のダイヤルもですね、つながらないと、もうつまりかけたいってことはそういう切羽詰まった状態になっている方がね、何度かけてもつながらないんだっていうので電話をもらったりしたことがあります。そういう意味でも本当にこのなんていうかな、その日常の家事をやる中でも答えてくださっている皆さんの活動にしっかりと行政がね、それを理解して答えていくような仕組みを早急に作っていく必要があるのではないか、このように思っております。貴重なご意見ありがとうございました。次に小沢参考人お願いいたします。よろしくお願いいたします。私は一般社団法人関東交通犯罪族の会の小沢と申します。本日はこのような機会をいただきまして誠にありがとうございます。私は2008年に、平成20年、飲酒運転による交通事件により義理の両親を亡くし、双子の弟妹が2人とも高次脳機能障害 PTSD、 弟に関しては下半身麻痺という後遺症を負った遺族です。交通事故により死亡事案、後遺症事案、当事者家族として交通事故に対して多角的な視点で見てまいりました。裁判では罪名が3つ、4人の加害者と刑事事件だけで、5年間裁判に関わりました。
ました。命の尊さ、また生きていくことの苦しさ、さらには支えていく家族の苦しさやもどかしさを知っている家族であると思っております。だからこそ遺族後遺障害に偏る支援ではなく、どちらにも支援が行き届く、そのような仕組みが国土交通省におきましてしっかりと構築されることの必要性を感じております。これまで遺族団体として多くの被害者の方との接点を持ってきた中で感じたことを踏まえまして、本日は意見を述べさせていただきたいと思います。多くの被害者や遺族の方とお話をさせていただく中で、具体的なニーズといたしまして、被害者や遺族として当然抱く喜怒哀楽の様々な感情を外に出せる場所が欲しい、このような日常の急激な変化、そして同じ家族であってもどのように接していいかわからないなどといった、さらには通常経験することもない裁判への対応など、様々な支援の必要性を感じてきました。このため遺族団体としての活動では、当たり前のことを当たり前に安心して聞ける団体を目指して活動してきたところでございます。こうした取り組みを続けていく中、被害者や遺族が当たり前のことを当たり前にすることができる社会を実現するため、関係省庁などへの要望を行ってまいりました。国土交通省に対しましては、一昨年秋、当時は赤羽交通大臣でございましたが、団体として直接ご要望を伝えさせていただく機会もございました。大臣というお立場ながらでもありながら、遺族の支援や理解を同じ目線で寄り添って聞いていただきました。また国土交通省の職員の方の多くが、非常に交通事故にも被害者救済対策にも強く関心を持ってくださっていたことに、驚きとともに大変感謝をいたしました。そうした中で国土交通省におけます被害者支援のあり方の検討会にも、委員として参画をさせていただくようになりまして、自賠責制度における被害者支援、事故防止について具体的な内容につき、その財源をめぐる状況についても認識したところでございます。その中で支援の事業の内容につきまして、被害者、遺族支援、事故防止の両輪の体制で充実していただきたいと強く願います。交通事故による被害に遭った被害者や遺族への支援の充実、これらは大変重要な課題です。そして同じ思いをする方を一人でも減らしていただきたい、これが何より重要であると感じております。私自身は遺族団体の代表しておりますので、まず遺族の観点から伝えさせていただきます。具体的には自賠責制度における支援内容として、ひき逃げ等の被害への対応はされております。ですが遺族への支援はこれまでほとんどなかったことにつきまして、被害者救済の情報や心のケアの支援の充実が必要であると感じております。特に遺族や維持のための教育環境面のフォロー、交通事故の被害に遭った後、大人だけではなく子どもたちにもしっかりと心のケアが受け入れられるよう環境整備が必要でございます。その一つとして、交通事故を経験した当事者が交通維持、家族の家庭教師を担えるような仕組みができないかと考えております。また後遺障害が残る場合でございます、医療面につきましてはリハビリテーションの体制の充実が必要です。私も参加した検討会の委員には、約30年もの長期にわたりまして先天性意識障害の介護をされている方や、ご自身が、脊髄損傷が残り必死にリハビリを経て検討委員会の委員として参加されている方、法人の機能障害の家族を見守りサポートを約20年続けられている方が参加しております。それぞれの障害に応じたリハビリテーションが受けれること、これが非常に重要です。先天性意識障害の場合は養護センターやその機能を持つ委託病床があります。在院期間中はもちろんのこと、退院後も養護センターや委託病床のリハビリテーションを受けたいという場合には、受けられるような環境になってもらえると、先天性意識障害を持つ介護をする家族にとっては安心できるのではないでしょうか。そして親亡き後の介護についても急速な対応が必要でございます。また、脊髄損傷や後次の機能障害におきましては、昨年7月に今後の被害者救済対策のあり方について取りまとめられました報告書で、初めて両者がリハビリテーションを受けられる環境整備に取り組むことが示されました。今後急性期の病院を退院した後、一つの病院で比較的長期にわたって脊髄損傷からの社会復帰に向けたリハビリテーションを継続して受けられる病院探しや、高次の機能障害の方の、社会復帰に取り組む自立訓練施設の探しなど、やっと探し始めたという段階でございます。これらの取り組みも充実をさせていっていただけたらと思います。次に、福祉面についてでございます。圧倒的にヘルパーの方の数が
不足しております。特に医療的なケアをできるヘルパーの不足は本当に深刻です。障害者が地域で生活を営むことができないという大変厳しい現状がございます。様々な障害に応じたスキルのあるヘルパーも少なく、質の面、量の面からもヘルパーの確保が、早急に取り組んでいただきたい課題であると思っております。加えまして、介護者が介護ができなくなった時の対応が非常に困難な現状があります。厚生労働省の施策として入院入所施設から地域生活への流れがあり、それについては納得をしております。これが対応できる地域の受け皿が足りていないと委員会で聞いてまいりました。地域の受け皿の確保をするためにぜひ、皆さんに耳を貸していただき取り組んでいただきたいと思います。これまで全ての交通被害者や家族、遺族の話をしてまいりましたが、親亡き後の介護が叫ばれている一方、ヤングケアラーの存在を知っていただきたいと思います。個人的な話にはなりますが、義理の両親が死亡、低迷は個人の機能障害、弾4腰椎脱臼骨折、事故後も、何度もの手術をしてまいりました。病院に関しては23箇所、それに伴い薬局が別に併設されております。この病院通いは今も続いています。家族の中で手が回らない、でも介護を頼めるほどでもない、そこで当時4歳であった息子、今年ちょうど大学1年生となりましたが、裁判の期間中、刑事裁判民事裁判合わせて8年間ずっと彼の人生を犠牲にしてきたことを親として情けなく感じております。お友達と遊びたかったと思います。宿題を犠牲にしてご飯作りを優先してもらった時もありました。一番ひどかったのは自殺をしないかと見てくれと頼んだこともありました。遺族になると心も体も壊れます。障害を持つ家族がいれば家族の犠牲は当然と思われるかもしれません。心を病んでいたり障害を持った家族がいればその家族を介護で家族で担わなくてはならない、社会に頼ることができない、これが今の社会の現状です。だからこそ介護への問題は高齢化だけではなく、若き社会の担い手にも交通事故に遭った瞬間誰もが苦しむ問題なんです。この私たちの家族は一例であり、本当に多くの方が遺族になり当事者になり声に出すことも伴う状況が続いております。被害者支援からこぼれ落ちている、これが社会の問題でございます。このような課題の他にもショートステイの課題、家庭崩壊、介護者の鬱など課題は山積しております。これまで以上に被害者遺族の声に寄り添った施策をしていただきたい。もし財源が厳しいなら歳出を抑制すれば良いという声もお伺いします。これ以上命が失われることを目の前で見たくはありません。課題はとても多いですが、国民一人一人に愛のある施策を今後期待したいと思っております。事故防止においても高齢ドライバーがハンドルを握らなくても安心して生活できる社会現実、ドライブレコーダーの導入促進、飲酒運転の検知器の導入など事故を未然に防ぐための対策をしっかりと講じていただくことが必要かと思います。国土交通省やナスバから出されております自動車アセスメントなどのしっかりとしたデータはこれまでの多くの事故を防いできた命を守るデータであると私は思っております。事故防止の取り組みを自動車業界の方々に知っていただく機会を作っていただくことが安全な車社会の実現につながるのではないかと思っております。さらにソフト面の対策として子どもたちへの交通安全教育も加害者目線だけではなく被害者目線に立った教育がされることが必要です。被害者目線を知っていただくことが命の大切さや家族の大切さを考える心のケア、または相手を思いやる教育につながるのではないかと思っております。またグリーフケアという悲嘆のケアについても浸透していっていただけたらなと思っております。交通事故は誰もが被害者になり得ます。被害者支援の充実は被害に遭ったそれぞれの被害者に対し施策の中で偏った支援ではなく平等に講じていただくことが必要です。社会の誰も救済できる受け皿として自賠責保険が被害者支援の要であっていただきたいのです。この他にも充実していただきたいことを挙げればキリがないんですが、このような施策の充実に取り組むためには財源の裏付けが必要でございます。検討会における議論でも先ほど意見を述べられました藤田様のおっしゃる通り、まずは一般会計からの繰り戻しが今後もしっかりと継続して行われることが重要であると考えております。一方でそれだけに頼る状況になることは数十年先の未来、子どもたちの未来を考えたとき、また介護を今まさに受けている方にとり大きな不安がございます。
社会における財源の不安を早く払拭していただきたい、そのように考えております。そのためには手元に、積立金がある程度ある今、賦課金制度を導入していただくことは必要であり、これをこれ以上後回しにはできない状況であると思います。自動車そのものの安全性向上により、将来的に事故はさらに減っていったとしても、これまでに事故の被害に遭った方も多く、将来にわたった継続した支援が必要になることが見込まれております。この観点からも、被害者支援、交通事故防止、これが永続的な仕組みとの下で実施できる体制をすぐにでも確立していただく必要があると思っております。一方で、賦課金導入は自動車ユーザーの皆様の負担を求める取り組みであるため、自動車ユーザーの皆様のご理解をいただけることが重要であると考えております。そのために国土交通省におきまして、自賠責のお金の使い道につきまして、自動車ユーザーに届くよう、私たち遺族や被害者が置かれた状況について含めまして、広報をしっかりと行っていただくことが必要です。皆さんに今一度ご自宅の道路を通るときを想像していただきたいのです。日本の横断歩道の中でどれだけの方が車を止めているでしょうか。現状は手を挙げている子どもを無視してまで横切る交通社会です。今一度、車は凶器であること、道路には年齢も様々で障害を持つ方もいる、様々な方が使う道としての認識を改めて、自動車ユーザー一人一人が自分自身のハンドルを持つ自覚として、他者への愛を考える、歩行者優先の道路であることを意識づける機会になっていただきたいと思います。海外では横断歩道で必ず止まる、このように日本でも必ず変えていきたいと思っております。改めて広報のあり方について検討していただき、広報の充実を図っていただきたいと思いますし、広報の充実に際しましては、交通事故被害に遭われた方を救済する制度を、早期に情報を届ける被害者ノートなども活用していただきながら、広報と被害者支援の必要性を同時に訴える形で知っていただけるようにするために、保険会社など様々な連携を図ることについて検討していただきたいと思います。以上になります。ありがとうございました。小沢参考人ありがとうございました。